名前は可愛いけど頑固。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はホンダ NSX8 号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのホンダ NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。今日はタイヤとまたいつもの同じような部品が入っておりました。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。全部1個ずつね、チャックに入ってるのすごいよね。このジップ付きのチャックに入っ、ジップ付きのチャックに入ってるって意味わからない。ジップ付きの袋に入っちゃうのすごい。重宝しております。いろいろ伝える。パーツの保管に、これとネジが、 B ネジがもう出しちゃおうか。今回簡単そうな感じがするけどどうでしょう。タイヤで苦戦するかな。 B ネジ2つ使うであろう。はい、じゃあ今回はエンジンカバー右を組み立てるということで、エンジンは今までこれができてるんだ、できてるかわかんないけどこれ作ったんですけど、もう一個このまだ作ってないやつがあるのでこれにつける感じかな。それではまずこれすごいプラスチックでできてるんだけどすごい細かい作りになっちゃう。これを大量生産してると思うとすごいですね。細かい。これをこっちか。この4つの穴をここにはめます。向きはあっちをね、おぴったし。そしたら、あ、そしたらネジで止めます。ここにまず1個、ここに2個目、結構硬いな。はい、そしたらこの軽く差しちょったモーターを奥までしっかり差し込みます。ん？軽く差しちょったんだっけ？なんか合ってるのかな？合う場所があるのかな。今これをはめたことにより何かが絡まるのか。どこも噛み合ってないんだけどいいかな。とりあえず奥まで刺しました。隙間なし。そしたらエンジンカバーの上にイグニッションプラグを3つ差し込みます。で、 B の形になっちゃうけん、これも D の形そのまま合わせていきます。接着ではないかな。接着とは書いてない。お、手持ちの部品がこれでなくなっちゃいます。はい、できました。あ、外れやすい時は瞬間接着剤を少量つけて固定するといいそうです。大丈夫じゃない？大丈夫そう。そしたら次はフロントタイヤを組み立てます。なんとですね、これはよ、これはね、よく見ると245、タイヤのサイズ書いてあります。245-35 の ZR19 っていうのがサイズなんですけど、
すごいちっちゃく書いてあるのかな。アウトサイドってどこかに書いてあるみたいで、こっちが外側だよ。あった、映るかな。ここにアウトサイドって書いてあって、これが外側、タイヤの外側ですよっていうことなので、これをちゃんと合わせます。すごいちゃんと書いてあった。はい、じゃあこれが外側だから、これがホイール外だから、こうだよね。こうして押し当てながら押し込んでいきます。大まかにまずはめる。お湯いらんかな。手袋いるかな。手袋装着。そしたら、お、お、入った。そしたらリムの端を合わせていく。リムってどこだろう。リムの端が合っていることを、裏も表もリムの端を合わせる。リムって予想だとこの辺のことかな。かわいい名前を合わせていきます。難しい、頑張れ。かわいいけど、名前は可愛いけど頑固。こっちはどう？こんな感じ？ほっ、はあ、もったい。お、お、いい子だ、いい子だよ。こっちが合うとあっちも合うね。表が合えば。お、入った。あ、入った。一気に入りました。はい、入りました。無事にリムちゃんが入りました。それでは、これで本題 NSX8 号は完成です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回は、まあ、これはね、簡単だったんだけど、パチンとやってピッピッピッってやって、これ押し込んで、そしてこれはまあちょっとだけ苦戦したかな。でもお湯いらなかったし、すんなり入ってくれた方だと思います。これが右なのか左なのかはフロントっていうことなんだけど、こっちもフロントなのかな。一応本当は右か左か書きたいんだけど、フロントタイヤとしか書いてないし、一応フロントということで保管しておこうと思います。ということで、ホンダの NSX8 号を送ってくれたアラバングマさん、ありがとうございました。探索では週に2回模型作りの生配信もしております。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。